はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、先週動画で募集させていただいたリクエスト投票企画の結果を発表していきたいと思います。どういう企画だったかというと、月曜から日曜までコメント欄にリクエストしてくれたキャラクターを1コメント1ポイント、あとはいいねボタンも1ポイントで集計させてもらってます。その投票結果を発表して上位2キャラを書き方動画にするという企画でした。では早速結果発表。1位、エースさんがくれた変身アイラアクサラバージョン、そして2位がうのパパゲームさんがくれたバモラという結果になりました。皆さん本当にたくさんのリクエストありがとうございました。前々回のリクエスト投票動画でコメントせずにとか、もうグッドボタンを押さずにやるのやめてみたいなことをお伝えしたらですね、本当に動画上げたらコメントいただけるようになりまして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。いやー、本当こっちも一応人間なのでやっぱりその感想もらえると本当嬉しいんですよ。今回もフライングで先出ししたので、その動画にエースさんも本当すぐ見てコメントくださいましたし、ペンさんとか七福神さんとか丁寧にコメントくださる方とか、あのしっかり挨拶してくださる方ってやっぱり覚えてます。はい、本当にありがたいし、すごく見てくれて嬉しいなっていうのを思ってますので、いや、なんか言っていくの大事だなと思いました。はい、他にも本当にたくさんリクエストいただきまして本当にありがとうございます。ちょっと全部にはお答えできないので本当申し訳ないんですけども、リクエスト本当にありがとうございました。そして第33回ということで、今週もまたやりたいと思いますので、ぜひぜひリクエストまたたくさん書いてもらえると嬉しいです。ルールは月曜から日曜までの1週間でコメント欄にリクエストされたキャラを1コメント1ポイントで集計して、来週の月曜日ですね、12月の2日にその結果を発表します。でその上位2キャラを書き方動画にして出すよという企画です。リクエストの方法については、いいねボタンを押してコメント欄にキャラ名を書くという、キャラ名一言で全然 OK なので、挨拶とかもしなくて全然大丈夫なので、ただしいいねボタンだけは押してください。今回ですね、ちょっといいね押さずにリクエストだけ書き込んでくる人がかなりいたので、いいねだけは本当に押すようにしてください。お願いします。そして私のハートマークがついたら1票としてちゃんとカウントされたよということです。で、その週にアップされた全動画が対象になるので、繰り返し同じキャラをリクエストするのはありです。ただここまでやってきた印象として、やっぱり1人で通すっていうのは本当ちょっと難しいかなという気がします。他の人に票を入れてもらわないとちょっとリクエスト通すのは厳しいかなという感じです。あとはリクエスト確約の裏技として、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中ですので、こちらの Kindle のレビューを書いてリクエストくださった方にはリクエスト確約するよという裏技があるっていうのは一応ご紹介しておきます。ぜひぜひ漫画の方も読んでください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。